ししてていいるる歌手やバンンドマンたちをを紹介ステージ情報などを提供している毎月1日発行である、2020年2月号をもって休館した。編集長である、ビブラフォン奏者、内田光一が1979年に第1号を発刊し、通貫300号を超える日本ジャズ界唯一の専門新聞である。 1> 第1号を発刊した同年7月3日に第3種郵便物認可も受けている。ページは、各号を平均して12ページほどであり、記事も、さることながら、日本ジャズに関する広告も多く掲載される傾向に、ある。主な記事は、以下の通り。この他にも、日本ジャズ界の奥み記事や日本、ジャズボーカル賞関連記事などが掲載されている。 同氏の傾向として大きく特徴付けられているのが歌手やバンドマンたち、ひいては日本ジャズ界全体を独自の視点から批評していることである。これは発刊当時から一貫しているが、それらタブロイド的な記事は減少傾向にあり、その一方で国内ジャズのステージ紹介や広告が増加する傾向にある。株式会社ジャズワールドが主催しており、対象 新人賞、奨励賞などの賞がある。毎年受賞者が選ばれているが、部門が毎回固定的していてその賞を何名に授与するといったことはなく、年によって優秀歌唱賞なども存在する。また、大賞などの特定の賞の受賞者がいないこともある。日本ジャズボーカル賞は1985年から水島さなエジャズボーカル賞として始まり、 第3回から5回、日本ジャズボーカル賞、第6回から13回、津村ジャズボーカル賞と2度の名称変更を経て、減少に至っている。受賞者はいずれも、日本ジャズ界で活躍する、ボーカルばかりであり、日本ジャズ界の権ある賞としても存在している。以下に、歴代の受賞者名を掲載する。ありがとうございます。